ホいみさんどうもエミりがとです。どうもどうも。いやー、明智光秀終わってしまいましたねあ。面白かったです。で、あの、今日はですね、なので明智光秀的なお話をしていきたいと思うんです。で、見た方、見てない方もいらっしゃると思うんで、まあ、あんまり内容についてのお話というよりかは、時代背景とか、なんで明智光秀なんていう人が今回選ばれた背景にあるのかとか、そういう歴史的な背景、その意義ですね。江戸時代においては、まあ、こんなことありえなかったし、まあ、江戸時代テレビないんですけど、でも、まあ、あの、昭和にも選ばれなかったこととか、まあ、あとは、まあ、そうですね、ブックレビューとか、あと 中身においては僕がちょっと面白い見方をするというかあのその表現の中でいつもとよく織田信長とか豊臣秀吉っていう会話が必ず戦国では、えー、避けて通れないわけですけどどういうところをちょっと僕が気にしてみるのかみたいな話もしていきたいと思いますので、まあ、歴史的な背景そして大河のお話そしてブックレビューとかいろいろしていきますので興味のある方は最後までぜひともご覧くださいで、えー、光秀がですね大河に選ばれるなんていうのはなかなか考えにくかったことですこれはもう21世紀の現象と言いますかねある種混迷の時代だからこそもう 時代交渉が流行るとということで、まあ、実は江戸時代においても時代交渉が流行ったことがあってえその時にはですね斎藤道三さんとか明智光秀っていうのはもうほぼ国賊扱いであの実は江戸時代というのは家計府系府譜作りっていうのが一時期流行りましてでそれであのどこぞの人でもない人があの系図で昔の正統性みたいな私の先祖は誰々であるみたいなことを言ったりするようになったわなんですけどでもそれはある種政治的な理由というか戸籍の問題でそういうことを系府譜を出させるっていうことが あってでも系譜なんて普通の家にはないのでみんなでっちゃあげるわけですよ。その時にもですね誰でも英雄であれば何でもいい公明であれば別に誰でもいいっちゃいいんですけど。 そこでおいてさえも斎藤道さんと明智光秀は選ばれなかったんですね。もう裏切りの人間,人間というか、まあ、一代の人間といいますか、まあ、非常に船舶な人間として扱われたわけですで。一方で、ですね、まあ、これは豊臣方であるという理由ではちょっとないんですよ。豊臣方でもですねある意味、忠義的な人間、例えば真田幸村、まあ、2、3年前の大河ですね。であれば非常に江戸時代にも流行したんですね。もともと敵型なんですけれども、忠義というものに生き、忠義に死んだという意味で、真田 村とというのはとてもも人気が江戸時代にもあったんですよでむしろその反対の人間として、まあ、明智光秀という人間が矢面に立っているわけです、ね、なので江戸時代にその明智の子孫であると、まあ、ガラシャの方の娘,娘というか子孫細川家です、ね、の人なんかでもなかなか自分の先祖が明智系であるということを言うのがはばかられたということもあったりします。まあ、これについては後ほどちゃんと扱いますけどねでようやくその真田幸村のみならず明智光秀が選ばれるようになったというのはまさになんとなく2 0 一世紀的な感じがすするわけです昭和においてはねむしろこう何て言うの忠臣蔵とか割と分かりやすい対象まあテレビ黎明期ということもあってそういうものが扱われたり、まあ、あの正義というか有名な人がもう鮮やかに扱われることが多かったわけですけどようやく時代交渉ということが流行っているせいか分かりませんけれども何を書いていいのか分からないみたいなこともあったりすると思うんですがちょっとニッチなところとしてある種明智的な人間が扱われるようになったという節もありますがやはり何と言ってもこう何が正義で何が悪かっていうことが分からないというかそういうもの ある種の政治的な権力によって大きく左右されてしまうのでやはり歴史というものを素直に見たいというとてもいい見方もあるわけです。 で、その中で、まあ、こういうような本とかも出ましたね。そのまさに明智が大河に決まるぐらいのところですかね。431年目の真実ということで、まあ、明智健三郎さんという、その、なんていうんですか、子孫の方が書いたと言われるわけですけど、実は僕これ、あのその時買うだけ買って、まだ読んでないんで申し訳ないんですけど、今回の話はどちらかというと、こういう国取物語をベースにしたお話というか、僕はそれぐらいしか知らないんですけど、こういうような話をしていきたいと思うわけです。国取物語は、まあ、1234とこの、この勘ではあるんですけど、12は斎藤道 さんの話ですでここに思いっきり明智が出てくるわけですね。だってね、斎藤堂さんの,あの嫌いでしたから。で、それでまあ堂さんが破れてから、辰臣に,に破れてから、あのその後のお話とかたくさん書いてあるわけですけど、国取物語の後半は織田信長です。ここにもやっぱり明智が出てくる、そりゃそうですよね。で、そういうようなところでお話ししていきたいと思うんですが、まず歴史的なお話にちょっと戻りましょう。でやはりあの 的ながらあっ的なことが、やっぱり、えー、あったりなかったりするわけです。そこが結構重要で、その判断基準というのは、やはり、江戸時代における中君愛国といいますか、なんというか忠、中義主君に対して忠誠を誓うというか、まあ、そういう美意識があるわけですね。これはまあ、かなり政治と学問の、なんか精神的支柱として使われたわけです。その方がまあ、あの、教育として扱いやすいし、えー、魚子型、魚子すいといえば、まあ、ちょっと言い方悪いですけれども、まあ、そういうのがね、あの、美徳として扱われたわけです。その、大松として僕たちはまあ、なんか道徳 的なものが結構宗教がない割には割と日本というのは道徳的に洗練されているというのはそういうもののおかげでもあるわけですから一概にこうバカにはできない中君とかそういうものっていうのはやはり道徳的にはとても重要なんだと儒学とかねそういう流行とかいうのもあったりあと徳川方で言うとそういうことが儒学の流行というのがやはり大きなところですけれども、まあ、有名なところで言うと三方ヶ原の戦いとかありますよねあれってあのいわゆる脱奔事件というかね徳川が武田が前う田がこう目の前を通り過ぎるのをもう指をくわえて 見ているしかないというかやったらやられてしまいますから それはですね怖すぎて脱粉したっていうような絵とかも残っているんですで、徳川家康ですからそういうものはですねもう真空ですよねもうほぼほぼ深刻化している人間のそういうものが残っているというのは結構珍しいといえば珍しくないですか普通だったらそういうものはまあ非常に何て言うんですか不謹慎だからといってあまり絵とかも公開されないかもしれないんですけどむしろそういうものが残されているんですその理由というのはある種徳川家康というのがとてもお盟友であるところの織田信長に対して非常に誠実だったとその なんていうんですか同盟をきちんと守る人間、誠実だったということを、ある種、こう、広めるためというような、そういう、なんか、プロパガンダ的なところもあったりするわけですよ。そういう、ある種、自学的な、忠訓とか、あの、友情を守るとか、誠実であるということの、何かに使われた、政治的な何かに使われたわけですね。で、そういうところで、やはり、明智光秀というのが、大河に扱われるほど、まあ、何かこう、あまり悪い印象を持っていないという時代になったというのは、まあ、とても、いいことであるし、悪いことであるというか、まあ、明智光でも、あの、なんか、 理由があっってちゃんと打ったわけですねでその理由というのが実は諸説ありましてこの中でもいろいろあるわけなんですけどまあ列挙していきますと浅井朝倉家に対してその非常に恩があったわけです斎藤道さんが敗れてからこう放浪している時に明智が放浪している時に非常にお世話になったということがあって後々ご存知かもしれませんが姉川の戦いで織田信長が浅井朝倉家を破った後に あの非常なことが <laughs> あるんですね、金のクロの,の宴会の事件ですね、ああいうので非常に何というか精神的に、えー、きついところがあったというのが一つとか、あとはやはり足利家に対する何かあちょっと後ろめたさみたいなところがあったり、やはり、えー、部門の人間ですし、そういうもの、教育的には非常に洗練された教育を受けているというか、あの割と天才的な人だったわけですね、明チというのはね。で、自教的なあこう精神も持っていて、そうするとやはり将軍に対する何か忠義も持っていて、そうするとやはり将軍系に対する何か注意も みたいなものはあったとでそういう中で足利家をないがしろにするおだけというのがもどんどん最後の方へエスカレートしていくわけです。何な,ならですね天皇家に対しても朝廷に対しても結構ないがしろにするというようなことがあったりしていわゆる東宮問題というのがありましてちょっとあの東宮を二条に移っていただこうというようなこととかがあったりしてそういうことでちょっと我が物にしているのではないかという疑いとかがあ決して明智のみならず他の人にもそういう雰囲気がなんとなく漂ってくるわけですよ。であとは時計、えー 自分はですね明智光秀自身は、まあ、時の時一族を源流とする人間でございましてで時に対しての何かこう源氏というものに対しての忠君みたいなものがあったりするわけですやはりそこに来ても師匠五教みたいなものを儒教をやはり明智自身が勉強していたということに大きなことが理由があるのかもしれませんけれどもそういうものがあったりするわけですねで、えー まあそんなわけで、あとは、そうですね、あれですよ <laughs>、なんだっけ、あの徳川の協約です。協約の時にあの結構したたか怒られて、それを根に持ったんじゃないかって、割と感情論的なことがあったりします。今回のあのあ タイガで、もですねそうこれはさっきだとこれないわけですけど、でも普段よりはですね、割と恩和な表現だったんじゃないでしょうか。いわゆる俗に言われるのは、もうめちゃめちゃ怒られて、足げにされて、もう欄干まで引きずり回され、そしてその金管頭とか言ってですね、今で言うとこのハゲみたいな感じですかね、金管頭をですね、欄干にしたたか打ちつけられるというような問題とかあ,のあって、まあ、ここから血が出るほどね、そういうようなこととかもあったり、それで、まあ、プッツン来たんじゃないかみたいな話もありますけれども、そういう表現というのはあんまり今回、いい なかったですね三大幸村の時の対岸の時は結構あったんですけれども で他にもそういう「是非に及ばす」とかねよく有名なあの本能寺の変の,の時の言葉っていうのもなんか是非に及ばすじゃなくて、えー、なんかちょっとした違ったような気がしました,しましたけれども、まあ、そういうところが違うとかあと黒田助水と羽柴秀吉のいわゆる中国大返しのところの描写もあまりなかったですねなんならですね明智が謀反を起こすということを若干分かっていたというような描写でさえあったわけですそれぐらい羽柴秀吉というのがとてもしたたかでそして黒田助水と 何かを企んでいるという感じが今回ありましたねその辺はあの昔の黒田寛兵衛のタイとは結構打って変わっていましたむしろあの時は黒田寛兵衛の時は橋場秀吉は全然そういうことを意識してなくてむしろ黒田寛兵衛がそれを見抜いていてむしろそのお 無本があった。ご無本であるというような知らせを受けたときに、あの非常に、えー、冷静にあの、運が回ってきた、来ましたぞと、橋場秀吉に申し上げたという黒田の表現があったわけですけど、今回はむしろその二人結託してというような感じがありましたね。なんなら徳川家康がすべてを後ろでつついているという感じもありました。協約役として、あの、明智光秀を指名して、それで若干内紛を起こそうとかですね。それで明智を後ろからつついて、えー、最近仲が悪いと、ちょっとこう、祖語をきた。 している織田信長を打たせようとしている若干の,あの徳川家康のたぬきじじ感が若干出ていましたが今回はどちらかというと徳川家康の,の俳優さんがそういう感じではなかったのでそういう感じあの雰囲気は出なかったですけれどもねそういう表現とかもあったりまあ個人的にはですねそれのみならずこう着物がやっぱり綺麗だなというような見方をしてしまうんですけれどもやっぱりタイガーはねお金のかけ方が違うということで、まあ、NHK 問題とはありますけれどもこう非常に鮮やかな着物とか、ね で着物についてはですね実はあの江戸時代以前というのはあの綿がありませんあの戦国時代もずっと麻とかねあの絹とかそういうものしかないんですね綿というのは江戸時代に入ってから生産されるものですので麻が基本的になります農民とかねそれでもじゃあ,あの色合いとかいうのはどうなんだというなんか最近のタイガではこう土ぼこりがどうの汚いみたいな話とかもありましたけれども色合いも結構鮮やかなんですねで色合いについては実はまあルイス・フロイスだとかヴァリンアーノとかいろいろな宣教師日本に来た宣教師が 書いていてるところでありますけど色合いは非常に鮮やかであるというようなことは書かれているんですね。まあ背は低くてみたいなこととか人間の描写とかも日本人の描写もあるんですけど色合いについては非常に鮮やかであるということが結構西洋人出演教師にはあの目に留まったようです。というわけで結構そういう時代交習というのは意外となされている、まあ、NHK ですからねああそういう時代交習はちゃんとなされていて色合いとかもそういうところはああ面白いなとあとは最近あの大河では星座しませんねやはり戦国時代の時に星座というのはもうやはり江戸時代以降の話で。 あれは、まあ、女性というのはまあ平安とか中世においては基本的には立ち膝だとかあの片膝をつくというようなものしか基本しません。あと武士も正座はしません。え武士こそ正座しないんですね。なぜかというとその正座してしびれているときに撃たれたらおしまいだからです、ね。決して、ね、あの正座しな,いしないんですよ、武士はね。あぐらとかあそういうような感じですね。で正座しているように見えて実は足をつま先立てているというようなこともあったりするわけです。まあ、実際、江戸時代においてもあの基本的に武士はあの立ち膝なのが普通ですね。正座はあまりしなかったそうです、まあそんな で細かいとところを色々と話してししてままったような気がしますけれども、まあ、結局のところ今回の大会では明智光秀が本の字の変を起こした決定的な理由というのが割とはっきりしていたような感じがしますね。足利家とか天皇家に対する織田信長の態度とかそれを星しいままにしようとする態度というのがよろしくないということとかこう昔はあんなにも親民に対する部下に対する共感というか心配りができていたのに年を取るにつれてもうどんどんね良くなくなってきたというようなこととかが表現されていましたね。まあ、最近ななんんかか流行りなんでしょうか あの豊臣もそうだったみたみいなな表現で大でよくなされていますよねそれがね、まあ、最近臭いなと思ったりすることではあるんですけれどもこう豊臣も昔は非常に部下の話を聞く人間だったのに最終的にその朝鮮出兵の時とかにはもう全然部下の話を聞かなくなってもう武力とか自分が偉いということに固執してしまうというようなこととかねなんか最終的に嘘なんか出たら嘘800をね自分は公家の出たとかそういうことを言い出したとかそういうこともありますけれども今回は、まあ、織田信長もそういうような表現でしたね、まあ、ある大ではむしろ織田信長は最終 的にににはそういうういもものにじゃなくてて世界に打って出ようみたいな表現をなされたりで今回はもっとゆっくり寝たいみたいなことの表現をしていましたけれども、まあ、それは脚本というかまあいろいろ諸説ありますのでそういうところは別によろしいどれがどれでも構わないわけですけどね最終的なエンターテインメント程度のことですからだけどまあ,あのいろんなことがあってよろしいんじゃないでしょうかという感じですねで今回やはり画期的だったのはそういうところを割と前面に出したというのが大きかったかもしれませんねででのの個人的な感情論で、えー本の字の辺を 足利家とか天皇家に対するえ欲しいままにしようとする態度に若干あなんか謀反の志を立てたというような感じでございましたかね。まあ、そういうわけでえいろいろと話してしまったような感じがありますけれども最後にブックレビュー的なことをしていきましょうか。でここにあるところでちょっとしたことを最後あの紹介したいと思います。 最後、無本を起こす直前のお話でまあ、茶会というか歌会というのが開かれるわけなんですね。でそこで、えー、有名な「時は今、雨がしたしるさつきかな」という吉光秀の、まあ、歌があって、連、ま、句、あ、なんでそれに対する返しもあって、みなかみませる、えー、庭の夏山でとかね、あの花をつる流れの末をせき止めてというのが続いたりするんですね。「時は今、雨がしたしるさつきかな」というのはちゃんと掛け言葉になって時は今というのがいわゆる自分が時源氏の時とまあ、時がかかっているわけですね。時時代とというのと時一 がかかっていて,てい雨が下汁というのはあのその時計、えー、という自分がそのあなんか支流なわけですけれどもそう天下を統治するとようやくその気温が高まったとそういう5月であるかなというような感じですねそれに対して花、まあ、をつる流れのせいをせき止めてというのはそれを止めようとしているんじゃないかと周りのそのお変化ですねとかいうのがあったりしますでそういう表現が今回はあんまり大河ではなかったですねそのお最終的なそのレンガのところ有名なんですけれども、ね、なかったですねあととはまああの山崎の戦いとかあの 中国大返しとか、まあ、そういうところの表現がなかったのはちょっと不思議だったですけどまあああいう,う本の順のでバツンと終わりっていうのもまあある意味ありっちゃありなのかなっていうような感じもしましたけれどもねまあ,あの新たな表現だったかなと思いますあとはこの本の後書き第4巻の後書きにちょっとした面白いことが書いてあるので紹介したいなと思いますそれで終わりにしましょうであの先ほどこう江戸時代にはね時代交渉とかが結構流行ってそれが真実に基づいてるかというのは別にどうでもよろしいよかったんですけどで要するに 有名な人の子孫であるということを、どの家の系譜なのかっていうことを、ちょっと政治的にも趣味的にも事業になった、流行ったっていう時代があって、まあそういう時にね、斎藤堂さんと明智光秀の仮名だけは使わないという、まあ近畿だったわけですね。まあそう言ってしまうと、あの、あの家って明智系のあれなんだよみたいな、ちょっと悪い噂が立ってしまったりして、まあ生きにくくなってしまうのでというようなことがあるかもしれません。まあその中でですね、幕末の坂本龍馬、皆さんご存知ですね、大人気です。まあ坂本龍馬という大河もありましたけど、あれは本当に面白かったですね。 坂本龍馬は明智様之助光晴の子孫であると言われていますまあ言われているというか自分で言っているわけですけどねあの明智光秀の直径の男系はいないんですけどあのガラシャの方で細川家にまあというような話はしておりますがまああのそちらの 家系であるというのが、あの、はばかられてえ、でも、あの、明智様之助の方、あのいわゆる三津康のね、あの、息子の方ですね。明智三秀からすると、父親の兄弟、弟でしたかね。三津康というのがいて、序盤にも出てきました。三津康の息,息子の家系ですね。で、あの、実際、最後の最終回のところにも様之助はいましたけれども、あれの子孫である,子孫であると、あの、坂本龍馬家は伝わっているということですね。まあ、自分らで言っていたと。様之助は三秀没後、大江坂本城に老城し、破れて自害したと。 でその店が目の母に伴われて土佐に落ちて長岡郡、えー、上田郷最玉村に到着したのが祖であると自分らで言っているわけですねで気をつけたいのは、無ろんこの種の,かあの家系伝説というのはほとんどが不解説か作り話だし龍馬自身がそのことを公言したことがなさそうに思えるから彼自身も信じてもないようなことだったんですけれどもその坂本家の門がですね光秀の企業門を継いでいるというようなことが。 貴門ですからね、えー、坂本家では建前としては玉之助の子孫を称していたということになるわけです。光秀は飢饉であってもその武将の玉之助なら構わぬというわけであろうと。まあ、結構面白いことがたくさん書いてあって、まあ、これもまことしやかというか、まあ、偶然の一致かもしれないし何とも言えないんですけど、まあ、それ以外にもいろいろな面白いことが勉強できるところであります。やはりね司馬遼太郎の本というのは本当にたくさんのことが書かれていてあの、まあ、天才1代の天才が書いたようなことですからねあの柴馬線にあやかって司馬遼太郎という名前がついているわけ,でつけたらしいですけれどもで 柴留太郎の本ぜひね読んでみるといいかもしれません。で特にですねこの国取物語に限って言うと実は柴留太郎先生そのものはですね斉藤道三編1,2巻ですねしか書く予定ではなかったんですけど面白いからということで編集部にと、えー、なんかそ,そのかされてというとなんなんですけど織田信長編も 俗ででいいいたととうことらしいんですけどね実際、斎藤堂さん編のところがとても面白いです。ぜひともね、こちらの方を見てみるといいんじゃないでしょうか。今、一代の天才はまさに斎藤堂さんであり、それに若干のこうし親近感みたいなのを持った柴良太郎先生がそれを描いているということですね。とても面白いので読んでみる価値があるんじゃないでしょうか。そんなわけでね、今回あ,のありがとうございました。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、もっとこういう話が聞きたいという方はぜひコメント欄の方にいろいろ残してみてください。というわけで、次の動画もご覧ください。さよなら。